カーボンデールはアメリカ合衆国の中西部イリノイ州の南部に位置するし南イリノイ大学システムのメインキャンパスである南イリノイ大学カーボンデール校の所在地としても知られる。同市はジャクソン郡内に位置しており2000年現在の国勢調査でこの都市は総人口2681人である。カーボンデールという名はこの町が 石炭の採掘場として始まったことに由来している。南北戦争当時、この地は一つの地方自治体となり、南北戦争後、経済と交通の要衝として開発が進んだ。現在、同市の経済で最も重要な地位を占めている、南入りの医大学カーボンデール校は、1874年に同地に設立された。1969年11月8日には、 サイモンガーファンクルのコンサートが開催され、その際、録音されていた数曲の音源が海賊版として広く流出するという出来事があった。カーボンデールはまた、毎年のハロウィンの際に発生する大騒動でも全米に知られている。ハロウィン期間中、ストリップと呼ばれる中心街の商店やバーは騒動による被害を防ぐために閉店する。これらの騒動は、 期間中に警察に逮捕される者の,のほとんどがカーボンデール市外の人間であることからしばし市外から集まった学生が多くを占める南イリノイ大学カーボンデール校の存在が原因であるとされてしまう場合が多い。同市で最も有名な場所としては南イリノイ大学カーボンデール校のキャンパスからハイウェイ51号線に沿った前述のストリップと呼ばれる中心街である。 この通りには数多くの商店やレストランの照明やネオンサインが並んでいる。カーボンデール市は北緯37度43分35秒、成形89度13分13秒に位置している。アメリカが州国統計局によるとこの都市は総面積31.4平方キロメートルである。このうち30.8平方キロメートルが陸地で0.6平方キロメートルが 水地域である。総面積の2.06%が水地域となっている。南イリノイ大学システムのメインキャンパスである南イリノイ大学カーボンデール校があり、約2万5000人の教授や生徒の多くが市内に居住していることから、これらの学校関係者向けの商店や自動車ディーラー、ホテルやファストフード店などが多数存在している。市内には、 ユニバーシティモールと呼ばれるショッピングモールが存在し、JC ペニーやメイシーズなどが入居している。また、ウォルマートが進出して以降、他の中小規模のスーパーマーケットの閉店が相次いだ。なお、アジアからの留学生が多い、南入りノイ大学カーボンデール校の留学生や学生たちを目当てにした中華料理店や日本料理店。 アジア諸国の食材を販売する小規模商店も多数存在する。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口2681人、9981世帯及び3493家族が暮らしている。人口密度は671.6平方キロメートルである。356.2。 平方キロメートルの平均的な密度に1968件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人66.08%、アフリカン・アメリカン23.14%、先住民0.22%、その他の人種1.42%、およびパーセントである。人口のセントがヒスパニック、または ラテン系である。この都市の9981世帯のうち、18歳未満の未成年者のいる世帯が17.0%、同居している夫婦の世帯が22.1%、夫のいない女性の世帯が10.1%、及び単身世帯がセントである。セントの世帯所有者が独立生計を営んでおり、ントが 一人暮らしの65歳以上の高齢者世帯である。一世帯あたりの厚生人数は平均1.99人であり、一家族あたりの厚生人数は平均2.78人である。この都市の住民の年齢構成は南イリノイ大学の影響を強く受けている。15.8%が18歳未満の未成年者、18歳以上24歳以下が35.4%。 25歳以上44歳以下が27.1%、45歳以上64歳以下が12.5%、及び65歳以上が9.3%となっている。中央値年齢は25歳である。女性100人ごとに対して男性は106.2人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は105.6人である。 この都市内の世帯ごとの平均的な収入は15,882ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は34,601ベ米ドルである。男性は32,17ベ米ドルに対して女性は24,114ベ米ドルの平均的な収入がある。この都市の一人あたりの収入は13,346ベ米ドルである。人口の41.4%及び、 家族の二十三点五パーセントは貧困線以下である。全人口のうち十八歳未満の三十二点一パーセントおよび六十五歳以上の十三点二パーセントは貧困線以下の生活を送っている。しかし、これらの貧困線の数値は、直接的な就労を行っておらず、州外、時には国外に在住する親からの仕送りや、奨学金で生計を担っている学生たちが、 住民の多数を占めているということにも由来している。ありがとうございます。